野崎チャンネル。そこは、はい、ということでトレードがね発表されました、ジャイアンツ石川慎吾選手とロッテ大沼投手の交換トレードというところで両球団の間で成立したというところで若干ね動画出すの遅くなりましたけども、今日はですねこのねアクターズベースボール東京ドームね解説ということで、芸能人の皆さんの野球大会をさっさと解説するというところでですね、今東京ドームに来てて、今皆さんとシャツイン撮影したりとか打ち合わせでね、ちょっと時間が遅れましたけども、なんとトレードね、さっさとのね、このトレードに出してあげた方がいい選手というところでね、巨人とロッテがね、両リーグで一番最初に投稿されたと思いますけど、その時にね、この2球団はね、トレード近日早いんじゃないのかっていうね、ところでね、見てましたけど、行われましたね。まあ、ここでね、ロッテのね、長野スカウト、もう、ジャイアンツ球場結構行ってたらしくてね。そこで、まあね、まあ石川選手はでもね、この、2、3年ぐらいで、もういつトレードに出されるのかなっていうようなね、状況だったところで、まあ今回ね、両球団のもと、合意されたっていうところでね、ロッテの移籍が決まったね、石川選手は、ジャイアンツの7年間本当に濃い時間でしたと、ご期待に添える活躍ができなかった僕に対して、ファンの皆さんはいつも温かい声援を送ってくださり、感謝の気持ちでいっぱいですと、チームメイトと離れるのは寂しいですが、それは今日までにして、明日からはチャンスをいただいた千葉ロッテマリーンズの期待に応えられるように、精一杯頑張ります。7年間本当にありがとうございましたっていうコメントがね、出てましたけどもね、まあ、ジャイアンツはね、まあ、外野手はね、まあ、丸、そして外国人のブリンソン、ウォーカーがいて、で、秋色がね、台頭してきて、で、まあ、梶谷が、怪我からの復帰、で、まあ、長野がね、来たりとか、で、オコエがね、現役ドラフトで頑張ったりとか、あとは、重信っていうところも、いますしね。まあ、そういった中で言うと、やっぱチャンスがなかったっていうところではね、このトレード、やっぱ本人にとったら素晴らしいものになったんじゃないでしょうか。ね。で、ロッテの、小沼選手は、独立リーグね、2球団を経て、まあ、プロ野球ね、20年の育成ドラフト2位で入ってから、試合下に、なったんですけども、まあ、小沼投手はね、29日に1軍登録抹消されたっていうところで言うと、まあ、今年ね、まあ、近々のところで言うと、まあ、ジャイアンツ戦ね、5月31日に登板して、まあ、1回ね、ノーヒットで0点に抑えるっていうところで、まあ、ジャイアンツに対してはね、しっかり抑えてた。で、その後6月17日 DeNA 戦では3イニング投げて、3失点。そして、オリックス戦で言うと、2イニング投げて、被本塁打1本の4失点っていうところで、まあ、ここね、直近の2試合では、好成績を残せませんでしたけども、まあ、その前で言うとね、5月18日オリックス戦で巨人戦というところで、1イニングはね、結構、しっかり抑えてるっていうところではね、まあ、この、複数イニング、回またぎになったっていうところがね、失点になったっていうところは、ある可能性もあるんで、まあ、ジャイアンツで言うとね、まあ、リリーフ陣っていうところの強化を図らなきゃいけなくなった時に、まあ、2軍でもね、クローザーを、務めていたこの小沼がね、フィットしていけばね、非常にいい形になるんじゃないでしょうか。まあ、ファームの成績で言うとね、防御率が 4.24、15試合に登板してっていうところでね、まあ、ちょっと数字的には寂しい形のものがありますけども、まあ、ジャイアンツはね、やっぱりこのリリーフっていうところが、まあ、急務っていうところで、あとはこのね、2日、1日、30日と、阪神戦とね、3連戦。まあ、ここではね、非常にリリーフも頑張って、1勝1敗1分けとね、ロースコアの展開に持ち込めたっていうところは、リリーフのね、踏ん張りも大きかったと思うんですよね。まあ、今年はね、オリックスから、鈴木、選手、トレードで、取ってきたっていうところもありますし、まあ、右で言うと三上選手ね、っていうところもありますけども、まあ、若干ね、PD も後ろにして、まあ、PD を前に生かすっていうね、ところもあるし、まあ、新外国人、パナマのね、新外国人選手を取ったっていうところもありますけども、まあ、しっかりね、リリーフを整えてっていうところでね、まあ、このトレードが、まあ、成立したのかなっていう。だから、このトレードで言うとね、どっちかっていうと、ロッテから持ちかけた可能性があるね。巨人が、今ね、この3連戦見てても、喉から手が出るほど、リリーフが今欲しいかっていうと、まあ、もちろん立て直さなきゃいけないっていうところはあるけども、まあ、数はね、いないよりいた方がいいっていうところはあるけども、そこら辺ね、どうなんだろうっていうね、右は鈴木 BD、で、田中。で、菊池っていうね、菊池もいい形でね、投げましてますし、左が中川高梨、横が大江っていうところがね、この週末、一軍のベンチとしてね、ピッチャーが、入ってましたけども、この菊池もね、24歳っていうところで、まあ、今季ね、非常にいい活躍をしてて、阪神戦ね、まあ、失点はありましたけど、それまでのね、
交流戦っていうところも非常に素晴らしいピッチングを、してきたしね、いい形になってるんで、逆にね、やっぱりロッテからね、持ちかけた可能性はね、俺は十分にあると思うんだよね。これでどっち主導かって言われるとね。まあその中で、まあ市川選手、トレードっていうね、形になりましたけども、まあ今年ね、1軍出場がないんですけども、もう2軍ではね、打率3割5分8厘ね、ホームラン、4本っていう形で打点26、47試合に、出場して、もう素晴らしいね、活躍っていうところになってるけども、一軍で言うとね、まあ、昨年2割7分6厘っていうね、結果も残しながら、まあ、なかなかね、まあ、層が厚いっていうところとね、やっぱり確固たるレギュラーがいるんで、ちょっとぐらい結果残しただけではね、ジャイアンツの外野手一軍ではなかなか残れない。今のお声ですらね、ちょっとダメだったらすぐ落とされるっていうところもあるんで、そういった意味では、ロッテ、まあ、このね、週末、楽天にもね、負け越したっていうところもあるんで、まあ、今、B クラス4位と6ゲーム差っていうところはあるけども、優勝に向けてはここ踏ん張らなきゃいけないっていう中でね、このしっかりここ勝ち切るために、右っていうところで言うと、まあ、外野手、昨日で言うと、岡、和田、そして、レフト山口、ね、指名打者ポランコっていう。で、まあ、控えに控えてるのが右で言うと、池田、友杉、茶谷。で、外野がね、左が多いっていうところと、やっぱ、荻野と高部の復帰がちょっと時間がね、もうちょっとかかるんじゃないのかっていうところもあるしね。やっぱり長距離砲がね、少ないっていうところもあるからね。まあそこがどうなっていくのかっていうね。しかもこのね、日曜日に左のね、藤井で抑えられたっていうところで、やっぱりちょっとね、全体的に左ピッチャーがね、抑えられてる傾向がここの数年間にわたって、まあもちろん打つ時もあるよ。打つ時もあるんだけど、数年間にわたってやっぱ対左に対してのちょっと攻撃力が弱いっていうところで、まあこの右のね、石川っていうところで、そういった意味では多分すぐ一軍にね、石川も入ってくる可能性があるんで、これはやっぱりね、石川にとったら非常にロッテっていうチームの中ではかなりいいトレードになったと思うし、チャンスは十分あると思うんだよね。しかもロッテからすると、今のちょっとバタバタしてる交流戦ね、もう借金で置いて、交流戦明けもちょっとバタバタしてるっていうね、中で、やっぱりこう優勝を目指すためには、やっぱり誰がどう見てもね、打線の強化っていうところは、絶対的になってくる中で、やっぱ右バッターのね、不足、ね。で、まあ、足が速いっていうところはあるけども、荻野の復帰が遅い。高部もいない。で、外野手は左が多い、右が少ないっていうところで、で、まあ、左ピッチャーにちょっと苦労してるっていう中で言うと、この石川がね、ダイナマイト、このパリーグ久しぶり、日本ハム時代にね、時に。で、まあ、いい形の、トレードになったんじゃないでしょうかね。だからまあ、オヌマはね、まあ、やっぱりジャイアンツはやっぱりリリーフどうにかしたいっていうところと、まあ、最近リリーフいいんだけどね。まあ、その中で多分俺の予想はロッテから持ちかけて、石川ね、どうだっていうところで、じゃあリリーフだったらオヌマいいよっていうね。で、オヌマはやっぱりこのね、ロッテのね、最近直近の2試合で、まあ、回またいで結果が出なかったっていうところで、まあ、トレード戦線にね、ロッテからしたら名前を挙げやすかったっていうところもあるし、ジャイアンツで言うとやっぱ1イニング限定でいけば、俺はオヌマ結構いいところのね、ピッチングになってくると思うの。ロングリリーフっていうよりも、1イニング勝負で言うとね、ジャイアンツの、リリーフ陣の中ではね、非常に、頑張れる存在であることは間違いないし、守護神も務めてたっていうところでね、三振取れる武器もあるっていう中で考えると、ここからね、まだまだ長いシーズン、戦っていく上では、ね、枚数はたくさんあった方がいいっていうところと、やっぱ右の枚数が若干苦しい。PD、ひょっとしたら前に行かすっていうね、オールスター明けからのプランもひょっとしたらあるかもわからないし、そういったところでは、まあ、オヌマのね、このリリーフっていうところでの巨人のね、戦力アップっていうところは非常に良かったと思うし、石川もね、ジャイアンツから、もうジャイアンツ言っても本当さっきもね、名前挙げたように、もうこれほぼチャンスない。下手したら今年ずっと2軍って言ってもね、おかしくない中で、トレードに出してあげた方がいい選手の中で言ったけども、2軍で結果出してて、1軍でないっていうところはもうチームとしてどうすることもできない。そうなるとチームを変えるしかないからね。そうなった上では、ジャイアンツにとっても優しいね、石川を出してウィークポイントを取るっていうところでは最高のトレードになったし、石川にとってはもうチャンスもない中で、2軍でどんだけ結果残してもモチベーションが下がる中、ここまで結果残してるっていうことも素晴らしいね、メンタリティ、精神力あると思うから、それをね、どうぞ発揮してくださいと。でマリーンズに行ってね、でこれ移動もね楽だしね、マリーンズに行ってそこで大きく羽ばたくね、しかもロッテは長距離砲もいない、右が少ないね、左ピッチャーに苦手っていうところではチャンスあるから、これはね、来てすぐね、一軍に来て試合に出る可能性もあるから、これはね、めちゃくちゃ有意義な、トレードになったと思います。まあ、近年でもね、日本ハムからね、トレードされた宇佐美がね、代打とかで、ね、打撃の面では中日でも活躍してるっていうのもあるし、軍人もね、
日本ハムに行っても猛打賞を打ってるからね。そういったところではこのトレードはね、ポジティブっていうところが、皆さんもね、よく理解されてると思いますし、佐々木チャンネル見てる皆さんからとったらね、それはもう日常的な言葉になってると思うんでね、皆さんぜひ今回もね、このオノマ、石川のね、今後の大活躍をね、期待してですね、佐々木チャンネルの速報といたしたいと思います。ということで、石川はね、本当に右が不足、長距離不足のね、ロッテに良かったし、でね、オノマもね、リリーフをもっと厚くしたいというところで、ジャイアンツにとったら非常にいいトレードだったと佐々木は思います。皆さん、どうでしょうか？コメント欄で意見、お待ちしてます。ということで、佐々木、アクサーズリーグ、行ってきます、解説。それじゃあ、